はい、大井でございます。うわ、新幹線めっちゃあるやん。 N700系すげえな。はい、おはようございます。荷物高付きで卸し完了でございます。本日は一軒卸し、さあ行きましょうか。積み込み尼崎、本日兵庫県尼崎市へ向かいたいと思います。なんと今日は手積み。そうなんです、手積みなんです。ブブブ、いいんです、積んじゃってもいいんです。そして尼崎で積むんですけど、なんと物は100本ぐらい、本で行きますから100本ぐらい、初体験ですね。あれやっちゃいましたね。鉄の細長いね、硬いやつ、長くて硬いやつをねやっちゃったらいいと思いますけど、そちらも今日積みますんで、初めての積み込みもそうなんです。初めてこう荷物取り扱いもあるので、立ち会いのもと積み込みということ で午前中にはできたけ来てほしいっていう話だったんで、今からちょっと高速使っては行きます。はい、一応なんか待ってもらってるみたいな感じなので、今から急いで向かいたいと思います。で、積んで本日は埼玉県、埼玉県最近多いですね。埼玉、千葉県に東京、神奈川も多いね。北関東よりはないですね、最近ね全然ないですけど、まあ、そんな感じで本日最終運行、やっと長い長い週末が終わりそうな、そんな残り最終ラスト関東日行きたいと思いますが、果たして荷物が結構多分いろいろ大変なんで、まあ、ラッシング等を使いながらやっていきたいと思います。それでは、本日もスタートでございます。はい、お疲れ様です。はい、積み込み完了いたしました。重たかったね、100キロ。面白い積み方をしておりますが、しっかりにじめちょっと途中で2回ぐらいは確認しようかな。ちょっと多分緩むと思うんで、まあ、1回ちょっと高速乗ってちょっと走ってから行こうかなと思います。そのまだ完璧なにじめではないんで、にじめ言うたらしっかりした動かん状態がにじめなんで、多分このまま行くと多分ね、ちょっと走ったらこの段差とかこのあれでちょっと若干緩むと思うんで、前にどんどん上がっていくんで、まあ、その時しっかり締めておきたいなと思いますが、神山行こうか迷ったんですけどちょっと怖いんで、今日はちょっと高速使います。はい、勝手な判断ですが高速使います。いや怖いしね、にじめしてても怖いしね。ってことで、そのままなら高速でバッと。で、明日は去ってなのでちょっとまあそこ降りれるかどうかも確認しないといけないんですが、工業地帯なので多分行けると思います。最新の注意をね、やりながら、ちょっとの坂道登らんのでちょっとどれぐらいの馬力あるか分かりませんけど、まあ事故だけないように安全運転で本日も頑張っていきたいと思います。それでは幸手市、埼玉県幸手市へ行きたいと思います。はい、岡崎で燃料してシャワーして、なんと本日スタバってことで、スタバを買ってきました。スタバは、こちらとなっております。はい、でそこから新東名に登ってきたんですけども、工事がね今やってまして、2月の今日が15なんで多分9日かそこぐらいかなから、3月の上旬までは工事やってるみたいです。なので新東名、まあ時間帯によってはまあ外抜けれるんでしょうけど、時間が悪かったらね、もしあれだと東名周りで稲佐から、抜けて、まあ、新東名入るなり東名上がるなり、されてはいかがかなと思います。で僕は今日もそのまま岡崎で燃料入れないといけなかったので、そのまま登ってきましたけど、今工事やってるんで、まあどれぐらいはまるのかな、15分20分ぐらいははまるんじゃないかなと思います。かなり交通量多いんでね、やっぱこっち新東名ってシャワーももちろん多いし、やっぱ
その止めるとことかを考えたりとかって考えると、やっぱこっち流れてくる人やっぱ多いんで、まあ、皆さんその辺ちょっとあの時間の配分であったりとか、まあ、いろんな絡みあると思うんで、まあ、あんまりちょっとね時間ないなって思うんであれば、まあ、遠目から逃げていく方がいいかなと思うんで、ちょっとこの工事のその距離もそうなんですけど時間ちょっと読めないんで、昨日僕ちょっと帰っていく時下り線見てたんですけど、めちゃくちゃ渋滞するんで、まあ、この動画がね早めに上げれたらいいかなと思うんですけど、まあ、3月の上旬まで、工事やってるので、まあ、もしこの動画見られた方、新東名行こうかなって思う方はもしいたら、ちょっとまあ参考にしてもらえたらなと思います。はい、お疲れ様でーす。長いね。足柄サービスエリアに行ったんですが、まさかの6時ジャストぐらいで止めれなくて、仕方なしにあゆさわに来ました。あゆさわもいっぱいで、なんとか無理くり止めた感じですね。ちょっとお腹痛くて、その時おトイレ行った後だったんで、もうギリギリでした。ちょっと中見に行ったんですけど、あゆさわってコンビニっていうコンビニあんまりないんですよね、ものが。なので食べようかなとも考えたんですけど、まあもったいないでね、食材もあるんで、あるもので本日は頑張っていきたいと思います。はい、そういうことで本日、使う商品が、こちらになっておりますね。なんとヘルシーでとても美味しい、冷ややっこのお豆腐ですね。ライトでちょっと見にくいかもしれない、いや冷ややっこでございます。そして、なんと健康に、納豆、こちらなんとね、納豆1じゃなくてなんかわからへんやつの納豆でですね、はい。本日、使うのが、ドレッシング、これはねとてもいいね、なんと、玉ねぎのドレッシングでございます。はい、最後に、仕上げがね、ご飯と見せかけといて、この間リスナーさんいただいたんですけど、下煮だだね、群馬のやつね、このラー油、これがね今日ちょっと使おうかなと思っております。納豆も、まあ、豆腐も、まあ、ちょっとドレッシング使うか分かんないですけど、であとねご飯の中に、ちょっと本日は缶詰をなんと仕込んでます。そうなんです、焼き鳥の缶詰を仕込んで温めております。はい、それではね本日はねご飯をね食べてみたいと思いますよ。今日はねなんとで白ご飯、白子疲れるんで普通にやりたいと思います。それでは準備できましたんでいただきます。まずはお豆腐から、通常通りお豆腐はね普通に食べてみたいと思います。うん、さっぱり美味しいお豆腐でございます。そして本日この、下煮だラー油、これねラー油ちょっと混ぜといてね、ちょっと下のちんぷんかんぷんか、これラー油のお豆腐うまいんちゃうかなって、この間納豆で試してめちゃくちゃうまかったんですよ。でまあ豆腐絶対いけるやろなんて、ちょっとね豆腐味の風にいただきたいと思います。辛さがまろやか、見てください、これめっちゃうまそうでしょ、プルンプルンしてる。あーうまい、うわご飯に合う。それでは納豆なんですけど、納豆にもねこれはねマジで合うんですけど、納豆にラー油、ネギとラー油が合う。これ白ネギのやつにラー油ちょっと垂らして食べるのもありと思うんですけど、うわーこれ絶対うまい、ネギにラー油に納豆もう完璧、めちゃくちゃうまいでございます。トレーの僕の白いやつあるんですけど、それにこう缶詰乗せれるんですけど、めっちゃ熱いんですよマジでガチで熱くて、これ絶対な開けた時にバサン倒すやつやな。今ちょっと揺れたもんな、配分ちょっと考えようか、真ん中にしたらんと絶対にバサンいくな。熱いし納豆くっつくし、もう納豆くっつくし、服に納豆つく、本当に納豆も避けとこう。なんでね鶏をチンしたかというと、油がこれギトギトなんですよ。なんでちょっとの鶏をねあえて照り焼きをチンして、もうプルンプルン、ゼラチンをプルンプルンにしたのかなと思って、では鶏ほらもう湯気が出てるからいただきます。
あっこ、あ、うん、鶏肉最高ですわ。いやうまいな。これ卵あったら親子丼できますね。最高、うん、おすすめは下仁田のラー油でございます。はい、おはようございます。さあちょっと避けていきます。ここは自由に止めてはるね。こんなありかな。はい、おはようございます。さあ本日幸手市で荷物下ろし完了いたしました。いやちょっと特殊な荷物でちょっと汗だくでございますが、危険が伴うお仕事でございました。さあ本日終わったんで積み込みなんと2箇所ですね、2箇所積み込みで、まず大田区、その後日高市です。もう一回積んで、月曜日着の神戸行き、の荷物を本日積みます。で今から積むんですけど、まあ日高の方がね荷物出てないのでまず大田区から行きます。大田区はねすぐ積めるってことなんで、本日大田区からスタートしていきたいと思います。さあ幸手市遠いね。圏央道でそのまま日高行ってからと思ったけど、日高行ってから、そのまま大田行ったら今度また東京の方上上がっていくことになるからね、まあ、どっちがいいか分かんないですけどね、難しいとこでございますが、そんなルートになっております。さあ渋滞してそうやね、まあ、岩槻から川口まで6キロ25分渋滞しておりますよね。はーい、浦和料金所を越えまして、東北自動車道入ってきましたが、川口の料金所もまず混んでて、川口の料金所越えてから首都高も混んでて、これちょっと昼までつかんかもしれんね。ちょっと思ったよりもすげえ渋滞してますね。ちょっとやばいかな。であと板橋から中野まで、混んでますよね。やっぱりね結構混んでますね。なんで昼、下手したら昼ぐらいかな、昼市から積み込みかもしれませんね。まあ午前中積めたらいいですけど、もしかしたら積めないかもしれませんね。はい、大井でございます。うわー新幹線めっちゃあるやん。 N700系、 すげえな。うわーええー、とこ取れたわ。これ高速出口どっちや、これかこれやね。じゃあ中間っていうんですかね、ちゃうな、大井南、から降りていきます。環七通り行きます。うわ新幹線見えた、めっちゃおるな。 N700系ですね。積み込み完了です。大井の沸騰すごいな。バースが初めて見たわ、生でこんな感じでバース並んでるやね。いやーすごいですね。さあほな2軒目行きます。今から2軒目、初のこのコンテナすごいことになってるけど、まあ、あんまり映されへんすけど、まあ、こんな感じでなってるのを初めて見たんでご紹介いたします。それでは、どこや、どっか忘れたけど行きますわ。はい、ほんな日高へね、日高行きます。はい、なんとか東名で下ってきております。あー疲れましたね今週1週間。まあ、こんな感じになっております。いやー東名のこの観覧車いいね、めっちゃ綺麗やわ。久しぶりにいい感じで見ております。あとどっかしらでねまた泊まってご飯食べて、まあ、本日はもうゆっくり、車庫を向けて帰ろうかなと思いますけど、うわー雪だるまちゃうか今の、めっちゃ綺麗やわ。ちょっとアップしてるかどうかわからんすけど、いやもうめちゃくちゃ綺麗。やっぱ富士川の夜のこの観覧車いいっすね。カリアの観覧車もねやっぱいいんですけど、これなかなかやっぱ通らないこの夜の富士川の、観覧車やっぱ綺麗やね。イルミネーションがこう結構ねあるから、感じでなっておりますね。多分あれは雪を模様なんかな。昔にね一回ねこう撮ったんですけど、やっぱあれはあの冬でちょうどクリスマス前とかでめちゃくちゃ良かったんですけど、まだ良かったらそっちの動画もね多分過去の方にどっかにあると思うんですけど、また思い出したらね乗せておきたいと思います。それでは、どっか休憩入れなあかんねんけどね、どこにしようかな、まあ、ちょっと悩みながら考えて、あほら雪だるまかわいいな、
めっちゃ可愛いな、癒されるね、やっぱりね。季節ごとにこうね、いろいろなんか出たらいいなと思います。それでは、静岡かどっかで休憩して、あとはゆっくり帰りたいと思います。